アりがとうこんにちは、ひこでそれでは今回なんですけども、PayPay ペペ出勤可能へ、PayPay ペイペイマネーで送金も自在に、請求書払いもパワーアップということで、今回は PayPay ペイペイに関する情報を大きく3つに分けてサクッとお伝えしていこうと思います。ということで、まず1つ目は、PayPay ペイペイでついに出勤ができるサービスがスタートしました。以前にも動画でお伝えしていたことなんですが、昨日より PayPay ペイペイで出勤ができるようになったということですね。 本人確認が完了した人が銀行口座からチャージをすると、PayPay 残高は、まず PayPay マネーという風うになります。これで出勤も可能となって、また、互いに本人確認が完了していれば、PayPay 同士であれば送金もできます。まあ、ぶっちゃけ今の PayPay の便利の良さであれば、あまり出勤される方も多くはないと思うんですが、この機能を待ち望んでいた方からしたら嬉しいニュースですね。まあ、この出勤に関する条件としたら、当たり前なんですけども、銀行口座の登録が必要となっています。 出勤するときの手数料なんですが、ジャパンネット銀行であれば0円で出勤が可能となってます。で、ジャパンネット銀行以外の金融機関の場合は100円かかるのでお気をつけください。ちなみに、出勤に関してはどれぐらいの日にちがかかるのか、明記は特にされてなかったんですけども、PayPay ペペ上で出勤の手続きを完了したら、その振り込みの予定日っていうのがそれぞれ、まあ、記載がされるということでした。ちなみに PayPay ペペ残高には4種類ありまして、まず上の PayPay ペペマネーなんですけども、これは先ほどお伝えした本人確認が完了した人が銀行 口座からチャージした時の PayPay 残高、あとはヤフオクの売上金を PayPay に入れたらこれに含まれます。まあ、こちら先ほどお伝えしたように有効期限はなくて出金も可能となってます。 で2番目の PayPay ペイペイイトなんですが、これは本人確認が完了していない方が銀行口座やヤフオクの売上金からチャージした場合の PayPay ペイペイ残高なので、これは出金不可となっています。この3番目の PayPay ペイペイボーナスなんですけども、これよくある何かしらの特典やキャンペーンでもらえる有効期限のない PayPay ペイペイ残高ですね。 最後4番目 PayPay ボーナスライトなんですがこちらも同じく特典やキャンペーンでもらえる今度は有効期限がある PayPay 残高ですねよくちょっと前の動画では Yahoo のズバトクとかでもらえる PayPay のことですねちなみに PayPay での支払い時の優先順位なんですけどもさっきお伝えした順番と逆になってます1番が PayPay ボーナスライト PayPay ボーナス で、PayPay ーライトペイペイマ PayPay という感じですね。そして、二つ目の PayPay 情報ですが、タイトルの中にも少し入れたんですけども、請求書払いがパワーアップと書きましたが、何なのかと言いますと、もともと Yahoo m というのがあったんですが、これが PayPay が引き継いで、Yahoo ーは PayPay に9月30日に統合しました。これによって、もともと Yahoo m で支払っていた約300の地方公共団体や事業者などの請求書が PayPay の請求書払いの機能を使って支払えるようになりました。 もともとペイペイだけだとこちらだけだったんですけども、今出てるように東京電力とか中国電力、九州電力、あとは北海道ガスなどですね。そして今回はヤフーマネーで支払えていた場所も加わるので、例えば僕が住んでる福岡県を例に足すと、まあ、小さくて申し訳ないんですが、一番上の田川市であれば住民税、固定資産税、軽自動車税、 健康保険税など、まあ、かなり幅広く支払いができます。もちろん場所によって払うことができたりできない場所もあったりします。そしてこれを見る限りは先ほどお伝えした地方にお住まいの方が結構使える感じですね。PayPay ペイペイで請求書払いを使うメリットっていうのはやはり還元があるということなので、まあ、還元率は0.5%還元なんですけども、やっぱりその高級料金を払って PayPay ペイペイで還元されるっていうのはやっぱり嬉しい限りですね。まあ、ぜひですね、ご自身がお住まいの地域が対応しているかチェックしてみるのもいいと思います。 最後三つ目は、伝えが PayPay ペイペイに対応ということですね。こちら10月の1日より対応ということでした。伝えで何かを借りる機会は最近減ってきたんですけども、やっぱり本に関しては、伝えで購入することはちょくちょくあるので、これは嬉しいですね。ちなみに現在伝えで使えるキャッシュレス決済はこんな感じです。クレジットカードはほとんど対応していまして、一番右側の QR コードに関してはペ、PayPay イペイ以外にもオリガインペイとか LINE ペイなどが対応しているようです。そんなこんなで今回は PayPay ペイペイに関する情報として、つ出勤請求 請求書払い、伝えに対応、この3つについてお伝えをしました。まあ出勤もいいニュースでしたが、この請求書払いがいろんな地方の方でもペイペイで決済ができるようになったっていうのが大きいんじゃないかなというふうに思います。やはり地方だと場所にはよるんですけども、請求書を払うためにコンビニまで行ったりすると、やっぱり時間がかかったりする時もありますが、これが自宅で簡単にペイペイでサクッと決済できるのは本当に便利ですよね。まあちなみにペイペイユーザーも10月1日時点で1500万人を超えたということでしたので、 まあここからの PayPay ペイペイ人気もかなり上がっていきそうな気はしますね。一応今回お伝えした3つの情報に関する資料も下の概要欄に貼っておきますので気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。